今年で4回目を迎えた高校野球女子選抜対イチロー率いる神戸智弁の一戦、3年連続参加、平成の怪物松坂大輔に加え、今年は東京ドームに20年ぶりに帰ってきました松井秀喜選手です。2004年の MLB 開幕戦以来のこの東京ドームでのスターティングメンバー、かつてのホームグラウンドに帰ってきました。3年連続の東京ドームとなります。背番号を今年51に戻してイチロー選手が東京ドームに1年ぶりに帰ってきました。1回の表、守りにつく神戸智弁、マウンド上にはイチローです。4年連続の先発のマウンドとなります。打ち上げました、高く上がってイチローが落下点です。1番の高木空葉選手をピッチャーフライに打ち取りました。移動打ちました、大きな打球が飛んでいる、レフトの松坂の頭の上を越えていきました。井戸の打球、そして井戸は二塁を回ったところで止まる。おっと、中継乱れた、それを見て井戸が三塁へヘッドスライディング、ナイスバッティング、井戸ほのか、これは見事でした。そうですね、ただ松坂さんも惜しかったですね。もう少しでしたが、はい、頭の上超えました ね、 そうですね。ご覧いただきましょう、この打球よく伸びていきました。3番ライトを守ります山下、打ち取るボールを投げていくでしょうか。イチロー打った、センターへの打球だ、センター松井が前進してくる、前進してくる、その前にボールが落ちた、三塁ランナー移動ホームイン、高校野球女子選抜1点先制。3番山下、センター前へのタイムリーヒット、ついに神戸智弁を相手に高校野球女子選抜が先制点を挙げました。打った、これもいい当たりだ、ショートの後ろを抜けていった、センターの松井の前へ、4番の西本、3番山下、4番西本、履正社コンビが3番4番で連打。はい、やはり2人とも勝負強いのでこういうチャンスものにしますね。しかしイチローからのこの連打です。はい、さあそしてバッターボックスには5番のサードです、広陵高校の原田。イチローさんのストレートを打ち返したいですと言っていますが、そのストレートを、打球が飛んでいく、センターの松井の左を抜けていく、左中間だ、これはランナーが一塁から二塁三塁を回ってホームへ帰ってきた、ホームイン、さらにもう一人帰ってくる、ホームイン、山下に続いて西本もホームへ帰ってきました、2点を加えました、3点目、2点タイムリーが出ました。これは田村さん、ナイスバッティングでした。原田、そうですね、本当に打ちたいと言ってたストレートを弾き返しましたし、はい、やはり何ですか、三塁打、そこまで走り切りましたね。でしたね、はい、2点タイムリースリーベースです。これはバットが出かかりましたがスイングを取られました、空振りの三振です。6番の谷、空振り三振でアウトになりました。セカンド佐々木さん、最後は抜け気味でしたがボール球を振らせました。はい、高めは手出しやすいですよね。ランナーがスタートした、おっとサードランナーが飛び出した、三本間に挟んだ、イチローが追っていく、追っていく、タッチした、イチローがタッチしてアウトを取った。ファーストランナーがスタート、三塁ランナーがスタートするという形でしたが、三本間に挟んで最後はイチロータッチしてアウト。さあ3点を追いかけます神戸智弁の攻撃です。
打席に1番イチローが入ります。この打球を引っ張った、一塁間破った、ライト前へのヒット、スリーボールツーストライクからの6球目を引っ張りました。イチローの打撃、今日は試合前の打撃練習で2本柵越えの当たりを打って東京ドームを沸かせたイチローです。三遊間破った、レフト前の当たりだ、イチローは二塁へ。これでランナーが一塁二塁、ノーアウト2人のランナーを出して松坂を打席に向かいます。3番松坂、この後は4番の松井が控えます。低めの球打った、サードライナーズ弾いた弾いた、しかし二塁に、やっとちょっとボールが逸れてしまった、ボールが逸れた、それを見てランナー三塁へ行く。今ライトからのボール後ろでしっかりカバーしています。強い当たりでした、サードの正面。ノーアウト満塁で背番号55、松井秀喜、実に20年ぶりにここ東京ドームの左バッターボックス。初球空振り、酒井が松井から空振りを取りました。1球目いかがでしょう。いやもうこのフルスイングがこの後どう響いてくるかですよね。抜けた、最後はボールが抜けてしまった、押し出しのフォアボール。神戸智弁が1点を返しました。3対引っ張りました、打球はレフト線、フェアだフェアだ、三塁ランナー帰ってくる、セカンドランナーも三塁を回って松坂も帰ってきました。松井は三塁へ、同点に追いつきました神戸智弁です。ここはセカンドの佐々木がよく追いつきました。一塁に送球、アウトを取りました。いい動きを見せました二塁手、花巻東高校佐々木。しかしその間に三塁ランナー松井がホームに帰ってきました。4対3、神戸智弁1点リードに変わりました。この打球はショートゴロだ、待ってボールを取る、そして一塁に強くていい球を送りました、アウト。その間に三塁ランナーホームイン、5対3と神戸智弁が2点リードに変わります。この打球はショートの谷が取る、ここもいい動きだ、一塁に送った、一塁アウト、素晴らしい、ショートの谷の守り、きっちりとアウトを取りました、スリーアウト。笑顔でベンチから出迎えます神戸弘陵高校。お互いに点を取り合いましたので、この先またどちらが主導権をつかむのかと、はい、9番ピッチャー酒井、高めのボール空振り三振、スイングアウトの三振です、ワンアウト。ここは最後一郎のボール高め伸びがありました。ワンアウトランナー一塁二塁、ここは落ちるボール空振りをしました。ここは2つ変化球を使って空振り三振を取りました。空振り三振、スリーアウト。最後は一郎、133キロストレート、山下から空振りの三振を取りました、スリーアウト。いい当たりだ、レフトの後方を襲っている、これは伸びていくが松坂追いつきました。一郎手を叩きました。松坂昨日は針を打ってきましたと話していましたが、いやここはよく追いつきました。こ
この打球もいい当たりでしたよ、堀選手。はい、ナイスキャッチです。ナイスキャッチでした。はい、千葉の打球、これもレフトの上空を襲いましたが、ここも松坂がボールに追いついています。東海大静岡商用高校の井戸穂乃香、サードの前ライナー、強い打球でしたがサード松井がライナーをキャッチしました。足を痛めている松井、しかし正面の打球しっかりキャッチ。4回の裏、神戸智弁の攻撃は1番ピッチャー一郎。7対3とリードしている神戸智弁の4回の裏の攻撃、背番号51一郎が今日3回目のバッターボックスに向かいます。第1打席ヒット、第2打席ファーストゴロ、3度目のバッターボックス、初球打ち、一郎の打球は右中間を襲っている、センター右へ、一郎は二塁へ達しました、ツーベース。4回の裏神戸智弁、一郎のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁。おととしはノーヒット、去年は2安打、セカンドターナー、そして今年第3打席で2本目のヒット。今年来月51歳になる一郎です。そしてバッターボックスに3番松坂が向かいます。ワンボールワンストライク、松坂もの打球はライトへ飛んでいる、ライト前進前進、スライディングしてキャッチした、一郎はタッチアップからスタートを切ってホームへ帰ってきました。1点追加神戸智弁、しかしライトナイスプレイ、ライトの井戸のナイスキャッチでした。いやー素晴らしい、今日打撃でもレフトオーバーの打球を放ちました井戸選手ですが、あの時は松坂選手の頭の上を越えて、はい、そしてここは松坂選手の打球に対してこのスライディングキャッチ、バッター松井です。松井の打球はライトへ、右切れたファウル。このボールはセカンドの前、打球が速い、ライトボールをスライディングして井戸がキャッチ、松井はゆっくり一塁へ、セカンドの佐々木の左を破っていきました。松井の速い打球でした。足を使わなくてもやっぱりあの打球速度を出せるっていうのは、はい、やっぱり松井選手ならではですよね。ですね、本当ですね。ピッチャーが先ほどまでショートを守っていました京都外大西高の谷選手がマウンドに上がります。ワンボールワンストライクです。近めインサイド入っています、ストライク。一郎に対してフルカウント、谷の投球はストライクだ、空振り三振、谷が一郎から三振を取った、空振り三振、スリーアウト。5回の裏神戸智弁を初めてゼロに抑えた。一郎が崩れて三振しました。そうですね、変化球ですね。今日5度目のバッターボックスに一郎が入りました。第1打席でヒット、第3打席でツーベース。ライトの右へ襲った打球だ、ワンバウンドヒットになった。一郎3安打目、二塁を狙う、二塁へを狙う、そして二塁へ滑り込んだ、セカンドベースを落とし入れました。ベンチの松井この表情、そして一郎は二塁ベースへ。この打撃、その後の走塁、この姿勢です。もう本当に高校生が見習わなきゃいけないところですよね。カットの子も二塁見てなかったですからね。
サードの前を襲った打球、そしてイチローは三塁を回ってホームへ帰ってくる。ターナーのタイムリーツーベースヒット、9対3、神戸智弁6点リードに変わりました。バッターボックスは国藤です。レフトの左へヒットになりそうだ。レフト前ヒット、松坂の前にヒットを打ちました国藤。バッターボックスには桑沢、三遊間破った、レフト前の当たり、ワンアウトランナー一塁二塁。高く跳ね上がる二塁へ、そして一塁は、一塁はセーフ、アウト、一塁はアウト、ダブルプレーです。立山ゲッツ、1番ピッチャー一郎、おそらくこれが今日最後のバッターボックスとなるでしょう。6打席目、三遊間破る、レフト前、ランナー三塁回った、ホームへ帰ってくる、一郎は二塁を狙った、キャッチャー二塁へこぼれました。一つ先の塁、一郎二塁ベース、13対3、その差は10点。2番セカンドターナー、まずはこの一郎の流し打ち、はい、三遊間を破りました。バッター松坂、背番号18に対して緩いボールだ、ライトの右へ打った、松坂、ここはまさに技ありのタイムリーヒット。ファーストランナー二塁を回って三塁へ、松坂にもタイムリー、これで14対3、差は11点。バッターは4番サード松井、打った、松井のまさにゴジラのバッティングを見せた。痛い足を引きずりながらダイヤモンドを一周する。2万人を超えるお客さんに、全国の野球ファンに見せた松井のホームラン。これでこそ松井です。一郎と抱き合いました。同じユニフォームを着て初めて戦いました、この両雄。9回の表、完投を目指す一郎のマウンド上、先頭の平岡選手を三振に仕留めました。海野の打球はレフトの前に飛んで、レフト掴みました。ゲームセット17対3。4回目を迎えるイチロー率いる神戸智弁と高校女子選抜チームとの対戦、神戸智弁が17対3で大勝。松井選手にもホームランが生まれました。東京ドーム、両チームが整列します。一郎、そして松井、そして松坂、3人のレジェンドが同じユニフォームを着て高校生の女子野球選手たちを相手に戦いました。